バルネットラジオの大渦を乗り越えて今この番組にたどり着いた方、ようこそ海流神社放送局へ。町役の高橋美香子です。綾音役の千葉紗友子です。はい、いろんな人が流れたらたっぷりくおー今度今度今度よ。そしてごまかしたけどごまかせてない何この歌さあさあ、はいはい、いろんな人が流されてたどり着くこの聞いちゃってアイランド海流神社放送局。先週に引き続き今週もエガちゃん登場です。どうぞよろしくお願いします。エガちゃん、エガちゃん、もう笑いこらえるのが必死でした今。もう笑っちゃってよかったよかったよ。先週ね、うん、頑張ったけど頑張れなかったエガちゃん。エガちゃんという呼び名、呼び方がね、また、うん、なんかまだ私の中でしっくりきてないのかな。今、ね、うんうん、見るに見かねてスタッフさんが、うん、なんとプレートを作ってエガちゃんプレート、はい、ありがたいです。お昼の番組によくあるような3回3回3曲だね、本当だね、はいはい、こう客席に向かってこうやってこう置いちゃうような感じだね。エガちゃんって書いてあるのをエガちゃんの方、はい、あ、エガちゃんに、あ、こういうことね、はい、美香子さんに見えるようにあ、そうそうそう、私へのアピールわかりました。エガちゃんと、ね、はい、皆さんもね、エガちゃんって呼んで、そうですね、あげましょう、はい、いや、みんなが、ね、呼んでんじゃない、だってお便りね、エガちゃんで来てたもん、はい、あ、そうかそうか、そうだよ、うちらがついていかないんだけどエガちゃんって呼んでいきたいと思います、お願いします、はい、はい、もう3月も7日ということで、まあ、早っ ね、 ね、この時期になると卒業式帰りの袴姿の女の子を見かけたりしますけれども、エガちゃんは、はい、エガちゃんは台本からしても直してるから直したからエガちゃんに、エガちゃん書き換えました、書き換えてます、はい、卒業式、はい、割と最近だと思うんだけど、どんな思い出がありますか。私、校長先生の話を聞いてから帰っちゃったんですよ。え仕事で仕事で、仕事で卒業証書と友達が祝状読む時も出られなかったんですよ、うん、あ、私アイランドがなかったんで全然平気だったんですけど、いわゆるお尻があったっていうすごい、卒業式でケツカッチンってどういうことなのかですよ聞いたことないんですけどねえ、でも欠席はできないからそうか、頭だけでも、はい、出席、働きもね、売れっ子ですよ、働きも本当もうね、だってあんまり喋れるようなエピソードがないんですよ。そうか、卒業式は寂しかったね、はい、そうだよね。なんかその後こう仕事終わってから、はい、みんなと合流とかしなかったの。しなかったんですよ。そうか、夜遅くて、で後日卒業証書を先生にもらったんですけど、へえ、いやー、なんか芸能人だね、芸能人ちょっと何を言ってるんですか、お二人。すごい。そういうことないですか。ない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 。高校3年生の卒業式ってことだもんね。はい。そうですか。働いてるな。なんか修学旅行とかそういうのは行けたの？あ、行けました。そうかそうか。はい。心配になってくるよね。なんか参加してない行事とかあったりするんじゃない？うんうんうん、そんなことない。でも体育祭は全部出てないですね。あ、出てない、はい、仕事で。はい。わあ、そう。大変。大変なんだね。あ、でもそんなことない。若いのに。若いのに。しみじみしちゃった。はい、そんなエガちゃんを迎えて、はい、今日もやっていきたいと思います。はい、それではこれからの時間一緒に。くつろいじゃってアイラント聞いちゃってアイラント、海流神社放送局。改めまして高橋美香子です。改めまして千葉紗友子です。そして本日のゲスト、流されたアイラントの雪の役、長谷川エガなんだよなんだ、もう一回やりますか。長谷川静香ちゃん、いや、エガちゃんです。よろしくお願いします。長谷川エガちゃんって言いそうになり、そして噛みました残念さあ、ではでは、はいはい、最近始まったばかりの、ね、このコーナーをやってみたいと思います、はい、負けず嫌い王選手権。負けず嫌いのあやね、さりげなく負けず嫌いのまち、真の負けず嫌いはどっちだ、ということで私たち二人が勝負するお題を募集、届いたお題に従って対決するコーナーです。今日は同じく負けず嫌いの雪乃にも入ってもらい、3人で勝負したいと思います。はい、そうだね、雪乃も結構負けず嫌いなとこあったね。そうですね、なんかね、うん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 、
ではでは、はい、じゃあ最初の勝負ですかね。はい、はい、初めての勝負だね、リスナーさんからのお題はね。あ、そうだね、前回はスタッフさんがね、うんうん、考えてくれたもんね。炎のショータイムさんからいただいたお題です。今回負けず嫌い王で対決するお題は噛まなくって早口言葉です。わ、私もうすでに2回噛んでるのに、ね、またやるの。ですね、お題を、はい、設定していただきました。はい、スタッフさんが、設定してくださったお題は、うん、生身の生ズバ生モンタ、生身の生ズバ生モンタ、生モンタを3回連続で言ってより噛まなかった方の勝ち。すごい。はい。難しい。ちなみに、これで勝敗がつかなかったら、うん。訴訟勝訴を3回連続で。難しい。まあ、とりあえず、生身の生ズバ、はい、生モンタの方から行きたいと思うんですけれども。これどうやって一人ずつ。エガちゃんから。エガちゃんで、エガちゃん。エガちゃんという名前になってしまったから。そうですね。やるしかないかも。生身の生ズバ。はい。生モンタ。はい。はい。はい、じゃあ。では、自分のタイミングで。はい。はい、せーの。生身の生ズバ生モンタ。生身の生ズバ生モンタ。生身の生ズバ生モンタ。あ、でも、いけてる方だと思う。そうですね。一番最後ちょっとルルルルルルルってなってぐらいで。わ、自信ないわ、私。はい。じゃあ、続いて。はい。あいうえお順だと千葉さん。あ、先輩です。あいうえお順だと高橋さん。高橋さん。はい。はい。私も今言ってて、うんと思いました。いや、下の名前なのかなと思って。はい。はい、じゃあ、高橋美香子、行きたいと思います。はい。生身の生ズバ生モンタ。生身の生ズバ生モンタ。生身の生ズバ生モンタ。すごい。なんかスタッフさんががっかりした顔をしたよ。これ微妙なとこだよね。なんか勝っていいんだか負けた方がいいんだかみたいな ね。はい。じゃあ、千葉さやこいきます。うん。せーの。生身の生ズバ生モンタ。生身の生ズバ生モンタ。生身の生ズバ生モンタ。おぉさすが先輩さすが先輩さすが先輩もう超手に汗かいてる。はい、はい、というわけで、勝敗は私と美香子が勝ちでエガちゃんが負けっていうコーナーです。はい、エガちゃんはすごい悔しがってくれないとね、はい、いけないわけですね。負けず嫌いを選手権だからね。そうってならないといけないわけですね。はい、さあ、じゃあ続いての、はい、お題はこちらですね。メタボニャックな白猫さんからいただきました。はい、僕がお二人にやってほしい勝負は、どちらが長く瞬きをせずに目を開けていられるか勝負してほしいです。はい。10秒間我慢できなければドライアイかもしれないそうですよ。やだ、私あれやったことあるけど10秒できなかった。私も多分できなかった気がするな。電車の中ですごいやったんだけど。電車の中何を一人でやってんの。あるからさ。順番に行きますか。はい、わかりました。じゃあこれはまたエガちゃんから、エガちゃんから。あゆゆ順で、ね、はい、はい、じゃあ行きます。よーい、スタート。6秒。お、あーすごい。6秒。目が涙目になってるよ。6秒。コンタクト？コンタクトじゃないです。本当？なんかすごい辛くなってきたこっちも。では、じゃあ高橋さん行きたいと思います。はい。行きます。よーい、スタート。いや、とりあえず遅いですよね。じゃあ、さえちゃん。はい、はい、いきます。はい。
はい。よーい、スタート。1、2、3、4。あ、できない。全然できない。すごい辛い。4秒。泣いてる人がいます。泣いてる、先輩が泣いてる。いじめないでください。4秒。千葉さん4秒。はい、というわけで、はい、エガちゃん、エガちゃん勝利。やったー、やったー。全然ドライアイだよ。10秒ほど遠いよ。全然いかない。やばいよ。続いて、一ノ瀬さゆきさんからいただきました。はい、お題はですね、止めちゃってストップウォッチ。はい。目を閉じた状態で、どちらがストップウォッチで10秒に近い、秒数を止めた人の勝ち。はい。というのをやります。はい。では、じゃあ、一人ずつ。いきますか。あ、私から、はい。エガちゃんから。はい。10秒。うん。目をつぶった状態で。はい。はい、よーい、スタート。の？の？先輩言ってください。よしよし、じゃじゃん、できた。え、すごい。10秒。バッチリ10秒。え、これは多分千葉さんのおかげです。あ、ちちちち。まあね。すごい。後輩口うまいな。すごーい、すごい、すごい。そんなことあるの？すごい。すいません、なんか最初からな、空気が KY な感じ。全然いいよ。これ負けず嫌いを選手権だったら、全然負けられない。そうそう。よし。はい。じゃあ、高橋美香子いきたいと思います。はい、よーい、スタート。1、10、100、1000。先輩やめてください。難そう。はあ、じゃあ最後いきます。はい、はい、よーい、スタート。さえちゃん、頑張ってください。さえちゃん、はい、さえこさん好きな食べ物は何ですか？100？ チョコレート。え、吹いちゃいました今。え、ごめん、全然8秒。早いなと思ったんだよね、今止めるの。マジで？さえちゃん8秒、はい、ってことは、エガちゃん勝利。嬉しい。まあ、ちあー、くそーって早いよ。でも11秒だからまあいいか。多分全然ダメだったし。くそー。嬉しい。さあ、おしまいですか？はい。はい。というわけで、勝者はですね、エガちゃん。エガちゃんですね。やったー。2勝しました。すごい。なんかこう、先輩たちと、優れるものがあってよかったなと思って。うん、いや、もう全然優れてるから。本当だよ。まず若いから、若いから。うん、それで勝ってるから。うん、本当に。本当に。よかったです。うん、よかった。エガちゃんやったね。ありがとうございます。おめでとうございます。以上、負けず嫌い王選手権でした。聞いちゃってアイランド。雪の役の長谷川静香ちゃんが流されてきた聞いちゃってアイランド海流神社放送局。2008年も聞いているあなたをスッキリさせちゃうこのコーナー、行ってみましょう。今週の吹き矢賞。リスナーさんからなんとなくイラッときたもの、ムカついたもの、むしゃくしゃした体験を短く書いて送ってもらい、町役の私高橋美香子がそれを聞いてムカついた度合いによって吹き矢を吹くコーナーです。ちなみにエガちゃん、最近なんかムカッときたことありますか？はい、友達との会話で、うん、なんとかじゃなく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 ないですかみたいなことを言われると、うん、いやそれ一回でいいじゃんみたいな。あーあー、そういうのが多分あって、ちょっとムカッときました。なあ、ムカッとくるけど、ムカッとかイラッて、イラッイラッてするけど、そっか、そういう会話する？でも今しない。しないよね。でも学生の頃とかはしてたと思う。本当？なんかなんとかじゃなくなくない、なく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 ないみたいな。リズムいいのか。リズム。なく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 ないみたいな。さあちゃん。どんな学生生活？やってたよ。え、本当？その口ラップみたいな。でもすごい、いまだに流行ってるっていうか、そういうの言う子いるんだね。いますね。そうそう、はい、そう、それにびっくりした。いるんだと思って。いるんですよ。
たまに、はい。そっか、それは注意していかないといけないのかな。そうだね。そうなんだろうね。じゃあエガちゃんはあのこの吹き矢のコーナーでそんなイラもですね、はい、すっきりさせて書いてください。はい、はい、では早速今日の、お題にいってみたいと思います。理想郷妄想のファイターさんからいただきました。人気店で数時間並んだのに一個前の人で売り切れですと言われた時は、あいや、あいや、全部言ってないもん。ありえませんよ。すっごい今さ、私が問題読んでる時にさ、もうすごい普通にストレッチとかしてるのに、全然ストレッチしてるのに売り切れですって言った瞬間、ああ。ちょっとリラックスしすぎちゃって、ごめんごめん。ありえないでしょ、だって、ね、エガちゃん5よ、はい、私も7です。あ、わあすごい、並んだのにせっかく、ね、しかも数時間でしょ。そうだよ、何分とかじゃないでしょ、数時間だよ。ありえないよ、それは、まあ、数時間はない。しかも見越すでしょ、それはちゃんと。お店の方が。そうだよね。ねえ、ここまでしかないですとか。ね、うん。で、一人、お一人様何個ですとかさ。うんうん、例えば ね, ね。うん。ないよ。そうだね。おかしいよ。それはクレームものです。うん。うん。はい。じゃあ次行きまーす。はい。テンアップさんからいただきました。スイカを食べてて、種をガリって噛んだとき。かわいい。難しい。ふっ。3、エガちゃんは？私は1。うん、まあそうでもないよと、うん、まあそうだよね、噛んだ瞬間はうんって思うけど、うん、まあ別に、うん、うーん、うってなるね。まあ割とでもあるよね。ある、ありますね。うん、うん、あるね。なんだっけな、うん、何かが出てきそうだ予感。なんか桜エビ、ちっちゃい桜エビってちょっと尖ってるじゃん、うんうん、挟まるよね。あれが何か柔らかいものと一緒に食べた時、うん、なんかスープとかさ、うん、と一緒に食べた時に口に入ってガッてなった時の感じに似てるかな、うんうん、あっちの方が痛いか。痛いと思う。あれエビが歯茎に刺さった時は本当に痛いよね。痛いよね。狂気だよね、うん、そうなの。そう。へえ、ないです。本当？はい。あ、そう。まだまだお子ちゃまよ。あ、そっか。そんなことないですよ。桜エビも食べてないですね。怖いよ。じゃあ続いていきまーす。ヨット先生からいただきました。花粉症で鼻が詰まって、何回鼻を噛んでもスッキリせず、寝苦しい時。はい。さすが力強い。はい、すごい。もう本当に誰よりも一番よくわかるよ、その気持ちが。ね、うん、ひどいんだもんね。花粉症は本当に、ね、私は重いから。ね、うん。そうそうそう。エガちゃんは？私も7です。あ、そうだ。でも鼻噛みすぎると、あ、花粉症じゃないんですけど、うん、でもたまに花粉症チックなことがあって、うん、で噛みすぎると鼻が痛くなるんですよね。痛くなる。なんですよ。なんでその際に、もういつもいつもティッシュを、柔らかめのやつを買ってみたりとかして、うん、頑張りますね。高いしね、柔らかいティッシュ。そうだね。なんか、ね、特効薬が出ないものかね。本当ないよね。こんなに世の中進んでんのにね。困ったよ。ね。では次行きます。はい。ジャイアントミラージュさんからいただきました。うちの母親が、ちょっと困った時などに、マイッチングというとき。え、エガちゃん。7! 逆に 7! もしやエガちゃんのママ言うんじゃないの。マイッチング言っちゃう。そこはじゃあノーコメント。ノーコメントなんだ。え、
ちょっと微笑ましく思っちゃうけど、どうなんだろう。ねえ、可愛いけどね。でもほら、やっぱ自分の母親だと、イラッとするのか。何女の子ぶってんのみたいな。ちょっと、厳しいみたいな。お母さんも女の子。お母さんも。昔は少女だったからね。お母さんだって。エガちゃん親子も、はい、結構、なんだろう、女性同士だよね。はい。なんか親子っていうより女同士だよね。うん、そうですね。結構ね。そうなんだ。そうそうそう。仲いいってことそれは。一緒に買い物行ったりとか。いいね、はい。そう、なんかほんと、親子の愛、うん、なんか愛情っていう。よりも、なんか割とこう、女同士の、なんかこう、なんだ、関係性で、多分もうほんと友達、女友達みたいな感じだから、もちろんライバルっぽい感じもあるし、もちろんすごい仲が良い時もあるし、っていう感じがすごいする。そうなんです。その中でそれを言われると、えみたいな。そっか、それはそうかもね。とかも結構ね、ママ。そうだね。うちのお母さんはね、困った時とかに、山本リンダの困っちゃうなを歌ったりとかする感じ。似てるじゃん。似てる。でも、イラッとはしないもん。あ、イラッとしないんだ。うん、しない。あ、またかって。思う感じだね。そうか。うん。結構言うお母さん多いんだね。うん、多いね。歌い出す人多いよね。じゃあ続いていきまーす。ミンムーさんからいただきました。テスト中に思い出せなかった答えをテストが終わった直後に思い出したとき。うわー、それきついな。それはきついですよ。うん、あー、切ないな。エガちゃんはつい最近までテストやってたからね。はい。どうですか?7です。友達とかに、答え何々だったよねって言われると、うん、ああ、私だ、ただ知ってるのみたいな。そうだよね。悔しいですね。悔しいよね。悔しいですね。知ってたのに。本当に。思い出せなかっただけなんだよね。そう。わかるよ。ねえ、テストってほんと戦いだね。はい、なんかね。ほんとだね。でもほら、大人になるとさ、そういうのやらないじゃん。もうこの番組結構テストっぽいことやるから。そうだね。クイズ結構やるもんね。クイズ多いね。そうだね。バトルこと多いね。そうだね。なんか学生の間もね、テストで100点取ったらお菓子がもらえるとかあればいいのにね。そうだよね。ご褒美があるとかね。そういう先生いたらモテそうじゃない？そうだよね。うん。じゃあ、この番組を聞いている先生も。ああ、なんかね、いいじゃんね。いただけるとね。とてもいいと思いますけど。ね。はい。というわけで皆さん、少しはスッキリできましたでしょうか？まだまだスッキリできない方からのメールお待ちしております。キアでスッキリしちゃいましょう。聞いちゃってアイランド、アイリュー神社放送局。続いては、癒しのコーナー。アイランド温泉、癒されて。ラジオ界一のスペシャルエコーで、まるで一緒にお風呂に入っているかのような気分を味わっていただきつつ、じんわりと心が温まるメールを紹介するラジオ界一ハートウォーミングなコーナーです。エガちゃんついてきてる？ついてきてます。エガちゃん、このコーナーは、はい、癒されてほしいという趣旨のもと、はい、癒されたことを紹介してもらう、そうそうそう、コーナーなんですが、はい、なんとですね、はい、今週は驚くことに一通です。おっと、みんななんかささくれ立ってる。ほんとね、殺伐としている感じって言ったらいいのかな。なんか春ってほら乾燥するしね。皆さんぜひ送ってきてくださいね。貴重な一枚をじゃあご紹介します。おむすび出てこいやさんからいただきました。ある日電車に乗ると座席がいっぱいだったため、私はドアのそばにある座席の前に立つことにしました。ふと隣を見るとカップルらしい2人の若い男女がいて、女性が席に座り、立っている男性と向かい合いながら話をしています。するとある駅で私の目の前の席が空きました。私は一瞬迷った後、立っている男性に席を譲りました。すると男性は私にすいませんと言うと、彼女の隣に座り、彼女も私に会釈をしてくれました。手をつなぎながら楽しそうに話す若い二人を見ながら、ちょっと羨ましくもあり、仲の良さに微笑ましくもありの私なのでした。ちなみに二人は私よりも手前の駅で降りたのですが、降りるとき二人とも笑顔でありがとうございましたと言ってくれました。なかなか珍しい、うん、若い人にしてはね。
これでもすごくいいよね、うん、というか私もこの間見たばっかりで、うんうん、なんか携帯をずっといじってた、うん、こうギャルっぽい女の子が、うん、3席あるうちの真ん中に座ってたの、うんうんうん、でやっぱりカップルが来たら、うん、そのカップルのために別の席にずれて、うんうん、あ、2席あるうちの1個座ってたので別の席ずれて、うんうんうん、で2席空くからって言って譲って、うんうん、なんかすごいさ、一生懸命メールとかをねパチパチ打ちながらのなんか一瞬こうギャルっぽい感じの女の子なのに、あ、そういうマナーは割としっかりされてるのねと思って、なんか、ね、見た目で判断しちゃいけないんだけど、なんかおおと思った。そうなんだよね、あのしっかりしてそうな人ほど意外に見えてなかった。そうだね、ネタフリしたりする人とかいたりするよね。そう、電車の中はほんといろんな光景がね、うん、見えるよね、うん、この番組でもね、いろいろね、紹介してきたからね、いいね、いいですね、こういう人ばっかりだといいのに。そうだね、やっぱ座席をみんなで共有するものだからね、そうそうそう、譲り合いたいですね。はい、以上でございました、はい、心温まる体験をしたらすぐにアーランと温泉癒されてまでメールをください。お待ちしてます。お伝えしてアイラン島、この時間は流されたアイラン島の最新情報をお伝えしております。今週もですね、エガちゃんがゲストに来てくださっておりますので、はい、3人でお話ししたいと思いますが、はい、今日はですね、はい、DVD その9に収録されています第25話についてお話ししたいと思います、うん、最終回の1個前ということで、そうだね、まあ、クライマックス直前ですね、うん、ねてヘナチョコ、うんうん、はい、ここで初めて唐揚げさんが、そうそう、うん、主だったことにね、そう、びっくりしました。幻の西の主だったということが、そうそう、ここで初めてわかるっていうのもすごいし、まさか西の主が、うん、あの近所に住んでる唐揚げさんだとそうだよ ね、 ね、いつもならね、なんかお裾分けしてもらったりとかしてね、仲良くしてたの。そうだよね、確かに隣のなんかおばさんみたいな、そう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 だよね、うん、おじさん、おじさんか、おじさんか、うん、そうそうそう、ね、家族で ね、 ね、家族くるみのお付き合いっていう感じだけどね、すごい強いよね、主だったんですよ、うん、そう、動きが早い、早いよね、早いですね、ほんと早かった、うん、そうなんですよ、話したのか、うん、ね、そうそう、あの生徒さんがね、うん、あの外に出ないように、まあ、みんな邪魔したりとかするんだけどね、まあ、実際最終回どういう風になるのかは、皆さん、DVD の方でチェックしていただきたいと思います、うん、DVD 流されてアイラン島はその1からその8までが大好評発売中です。第24話流れ着いて瓶詰め、第25話鍛えてヘナチョコ、第26話飛び出してアイラン島を収録したその9は2008年3月26日に発売です。初回限定版にはマチのコスプレフィギュアメイド服バージョンとブックレットタミチャって冬眠ポイントが付いています。 DVD は各巻初回限定版が税込み7350円、通常版が税込み6300円、その1のみ初回限定版が税込み5250円、通常版が税込み4200円です。そしてこの番組の DJCD テレビアニメ流されたアイラン島インターネットラジオ聞いちゃってアイラン島海流神社放送局 DJCD の最新情報です。今回も収録中の現場になんと中継がまたもつながってます、どっだけ中継してるのかどっだけ現場行ってんだよみたいな、何回行くんだっていう感じですけど、ね、さあ現地からレポートしていただきましょう。中継の千葉さん、千葉さん、はい、私はですね、あの今目の前に美味しそうなものがあるんですけど、これはまだ食べちゃいけないみたいなので寂しい思いをしております。それではスタジオにお返しします。さあというわけで、いやー熱いレポートでしたね。いやー大変でした。大変でしたか、はい、もうほんと現場はあれあれでね、荒れてましたか何が荒れてたんでしょう。みんなドタバタでした。あ、天気とかではなく、なく、あのもうスタッフ陣が、はい、あ、心が荒れてる。どういうことですか？心は、都会にいたから荒れてたんだけど、うんうん、まあちょっとみんなでちょっとこう、遠くに行ったので、うんうんうん、気持ち帰る際にはですね、うんうん、みんな癒されてみたいになってました。うん、あ、そうですか。はいはい。あ、でも、ドタバタでした。ドタバタだったんですね。本当か？と思うよ。はい。というわけで、レポートありがとうございました。
テレビアニメ流されたアイラントインターネットラジオ聞いちゃったアイラント海流神社放送局 DJCD 第2巻は3月26日に税込2940円で発売です。流されてアイラントの DVD、CD、キャラクターグッズなど、そして貯めちゃって冬眠ポイントの詳細は流されてアイラントの公式ホームページでチェックしてください。流されてアイラントの原作コミックが大好評連載中の月刊少年ガンガン3月号はただいま発売中。流されてアイラント外伝が連載中のガンガンパワーとナンバー11も発売してますので、2冊ともチェックお願いします。原作コミックは第11巻まで発売中です。コミックの最新第12巻は3月22日にいよいよ発売です。忍フィギュアと特製鈴カードの付いた初回限定特装版も発売になりますので、皆さんぜひ予約してくださいね。以上、お伝えしてアイラントでした。聞いちゃったアイラント海流神社放送局、本日はそろそろ放送終了のお時間です。はい、はい、2週にわたってエガちゃんに流されてきてもらいました。はい、はい、いかがでしたか ね。いや、緊張しました。あら、本当、はい、やっぱり、うん、もうお二人と会わなくなってからも1年ぐらい経つので、話せるかなと思って緊張してたんですけど、でも会った時すごい嬉しかったです。よかったです、会えて。今日ね、静香は、久しぶりだからって言って、お土産まで持ってきてくれてね。そうそうそう、出てきた子ですよ。いやいやいや、本当しっかりしてるよ。さすが姉さん、芸歴長い。いやいや、長いから分かってる。分かってますよ、分かってます。いろんなこと分かる。すごいよ。まだ10代だからね。そうだよね。でもギリギリです。今年20歳なんですよ。あ、そうか。今年の誕生日で20歳になるんです。なので、も私も10代とか行ってらんないんですよ。そうか、行ってらんない。そうか、やり残したことのないように行きたいね。そうだね、頑張りたいです。そうか、静か20歳か。明日もお酒とか飲めるようになっちゃうね。どうなるんだろう。不思議、なんか年を感じるわ。あれ、最高姉さん、いろんなことを思い出してる姉さん。図式がおかしくてしょうがないね、私から見てると。おかしいな、スペースクラフトと思って。そうだよね、だからなんかね、うちってすごい、すごいちっちゃい子が多いからさ、なんかね、平野彩ちゃんとかもちっちゃいじゃん、まだ若いからさ、なんかそのちっちゃい頃から知ってるから、すごいこう20歳とかびっくりしちゃうんだよね。そうだよね。そうですよね、学生の時からもうお世話になってるんで。もうお世話してないけど、別にもう静かったら。なんなの、なんなのスペース。おかしい。楽しかった。ありがとうございました。ではでは、コーナーの方をおさらいします。はい、今週の吹き矢賞、アイラント温泉癒されて負けず嫌い王選手権、今日お休みしましたが、今日はあやねデイ宛てのメール、そして冬眠だより宛てのふつおたは、この聞いちゃってアイラント海流神社放送局放送局この聞いちゃってアイラント海流神社放送局の番組ページのメールフォームから送ってくださいね。お待ちしています。聞いちゃってアイラント海流神社放送局、この時間のお相手は高橋美香子と千葉紗友子、そしてゲストの長谷川静香でした。また来週も忘れず聞いてアイラント、バイバーイ。